わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村雄一です。わしやがなバンダイナムコエンターテインメントの原田克弘です。よろしくお願いします。イエーイ。さあいらっしゃいませ原田さん。はい、ゲストに来ていただいたんだけど、これ理由があるんでしょ。はい、あるんですよ原田さん。はい、ツイッターでセボンスターの話してましたよ、ね、いやもう僕ちょっとずっと僕の秘密の趣味じゃないですけど、秘密の趣味のことをツイッターで言っちゃう。だからあんまり言えなかったんですけど、もうオープンにされてる方がいると、これと同じじゃねえかと。そう、つまり初めて同行の死を見つけ、そうなんですよ、興奮してしまって思わず公的にツイッターしてしまった、うん、大会に大海原に飛び出す勇気を得られたと、わしゃがな TV のおかげで勇気出ました、あの番組で、うん、あの女の子に僕がなりたかったって言ったじゃないですか、うん、俺もって思いました。わかりますか中村さん。いやこれわかります、あんまりわかんないです。わからないんだよなやっぱこういうガサツな人にはわかんないんだよ。そうなんですよ、うん、やばい2対1だ。僕こう見えて、ね、本当に不日々思うんですけど、僕はテイラー・スウィフトに生まれたかった。テイラー・スウィフトなんでですか。あんまり、カンさんでも、ちょっとごめんなさい。発言気をつけないと、明日から会社まずいっすよ。会社での立場も考えてください。そうだ、会社では言ってないんですけど。そうですよね。言っちゃいましたやん。全国に向かって、全世界に向かって言っちゃいました。僕は、だから、まあ、姉二人で、姉二人、姉二人で育ったっていうのもあるし。それはあるかもしれないですね。そんなエロゲじゃん。エロゲじゃねえだろ。だから僕、女性の方の買い物について行くのとか大好きな、女性からすると超モテ男じゃないですか。いやもういろんなショッピングモールとか、うん、そのセールだとかなんとかっていうところに行って、うん、今僕だから普通にいろんな女性物が売ってるファッションのお店とかブランドとか見ても、僕普通にワクワクしますからね。かわいい、これ欲しいと思う。セールとかだと、あれが安くなってるみたいな、自分がつけるわけじゃないんで、興奮しちゃうんですよ。いや、 やっぱね、一流のクリエイターってどっかしら乙女回路持ってんだよな。いや、そうなんですよ。乙女ってキーワードとか僕言ったら まずいんですけど、うん、でも、はい、本当にそうなんですよ、僕。本当にそうなんです。本当にそうなんですね。僕はもう、テイラー・スウィフトの PV 見るたびに、なんで俺はこれじゃないんだろう。ここじゃなかったんだ、ね。そうそう。まあ、でも俺は本来こうなのに。違うんだ、俺は本当は鉄拳なんか作ってねえんだって。いや、だから交代してほしい。交代してほしい。鉄拳作ってくれますよ。同じディスク円盤を売るってみたら、はい、僕もね何百万枚も一個アルバム出すら僕だって一個につき何百万枚売るわけですから。確かにな。そういう意味ではめちゃめちゃ強引な理論。そうなんですよ。うん、別に彼女も別に交代してもいいんじゃないかなって。うんうんうん、それで言うと僕もアン・ハサウェイになりたい。アン・ハサウェイ。アン・ハサウェイ。なんでアン・ハサウェイ。スリーとめちゃめちゃ美人じゃん。美人だけど。それは、まあ、単に好きってことですよ。単に好きってことですけど。でも同じで役者なんで入れ替わっても、うん、僕バットマン出るんで。じゃあ俺はマーゴット・ロビーになりたい。そっち。みんないろいろある。みんないろいろあるんだな。いやでもそんなね、乙女な我々としては、うん、やはりこう原田さんをね、お招きして、うんうん、やっぱ一度セボンスター同行の師としてセボンスターを取り扱いたいと思ったわけなんですよ。カメラの前で開けていこうと。そう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 、せっかく仲間を見つけたんですから。でご存知ですよね、うん、セボンスター開ける時のルールがありますよね。うんうん、原田さん分かりますか。いやこれ乙女の気持ちに、女の子の気持ちになって開けるね、そう。ナッカ、ナッカだっけ。ナッカじゃない、俺優子だったの。ナッカじゃただのあだ名みたいな。それ、別に女の子でもないですよ。俺が優子じゃなくてカジコ。カジコだった。カジコだった。僕は何ですよね。なんて名前がいいですか。でも全員子だとね。テイラー。僕はテイラーじゃん。テイラー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 。俺アンって呼んで、うん、今日は。アンで。テイラーとアン。アンで。うんじゃあ俺はアンカジコ、俺はマゴットロビー。長いよ。なんでフルネームなんだよ。マゴットって言うの。マゴット。マゴット。忘れそうだな。うん、相性ありそうだな。じゃあ開けていこう、うん、行こうよマゴット。うん、分かったわ。今日はどれからやるのかさ。一応こちらが、うん、いつものセボンスターよりも、うん、もうちょっと本格的になった。アクセサリーが入っているというセボンスターの姉妹品になる、だからセボンスターとちょっと違うやつみたいで、うん、これジュエルボックス、楽しみ、はい、ジュエルですって、あてくしたちもジュエルに目がないから、ジュエルとか言われるともうキラキラキラってこうワクワクしちゃいます、うん、テイラーはどのジュエルが一番好き、宝石何が一番好き、宝石は私はやっぱり
ルビーかな。あーいいわよねルビー。やっぱルビーはね、値はね、値はアメジスト。アメジスト、ありがとう。アメジスト。値は。アンは？アンは現金。まあ現金あれば何でも買えますもんね。現金が全部とトレード可能なんだからしょうがないじゃない。うん、可愛くないわよ。ハリウッドではそうなのよ。はい、ということでこちらじゃあ開けてみましょうか。あ、すごいこれ。ボックス。これお菓子入ってるのかしら。お菓子。いつもの入ってるわ。いつもの入ってるわ。いつものが入ってるわ。女の子でも食べやすいサイズだわ。せっかくだから今日食べますわ。うん、あ、溶けてない。食べちゃって。溶けてない。あ、かわいい。知ってた。あ、カジコ知ってたこれ。あ、カジコじゃないわ。なんだこれ。カジコになったの。マゴット。マゴット。マゴット。これもジュエルデザインだったわ。あら、本当。あたいすごいね、引いちゃったのこれ。見て、あたいのこれかわいいこれ。金のうんこがついてるわ。はい。金のうんこ。嘘でしょ、マゴット。あたいのこれかわいらしい金のうんこついてるわこれ。あ、ほんとだ、うん、お坊ちゃまくんで見たわそれ。ねえこれ私のにも金のうんこはダブルでついてる。2つ金のうんこがついてるわ。ダブルうんこだよ。素敵素敵よこれ。あんたら本当に好きなのか、うん、ハートを金のうんこが囲んでる。素敵。 ごめんなさいね、これはちなみに何人なの。ネックレスじゃないわよね。ネックレスよそれ。ネックレスよこれは。ぶっちゃけオタクらの首には無理だと思うわ。いやいやいけるわよ。これちょっとあのジュエルボックスのすごいところ、うんうん、こっちの方には、はい、こっちの方に、ね、止め具がついてないんですよ。そう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 。これこ本体の方はね、こうやって外せないんですよ。あ、前はね頭から被ってたもんね。なんとちぎれるようになってる。ジュエルボックスをこうやって外せるので、うん、全然首にねこうやってね、うん、確かにちょっと本格的だ。あれ？あれあれえ、あれって嘘でしょ。テイラーあれなんか最近ちょっと太ったみたい。いやだでもしょうがないわよね。テイラー首重点的に鍛えすぎるから、うんうん、テイラーテイラーあのテイラー頸動脈が閉まってない。テイラー動画が止まるからもうやめらやめときな。いやなんとかなってる。あの宝石あんま見えないわ。ええよくないわ。ちょっと待ってよ、うん、本当に回らないわ。6歳以上じゃないの。いや6歳以上って書いてあるわ。6歳以上そう私も対象しょうがないわよこれ。確かに私も41だから対象範囲なんだけど。あたりのこのブレスレットってビチビチだもん。白い線が見えてしまってるもんのこれビチビチでブンってやったら飛んできそうだね、うん、でも可愛いわよね、うん、あたりあのよく髪留めに当たるんだけどな。あたいあの、フエラムネ界でも髪留めだったんだけど。いやー。こんなもんムーンって書いて。ムーンって書いて。やっぱりあなたには似合うのよ。だから今回これはちょっとつけられないの。なんでかっていうと、重いのちょっと。重いの絶対前髪痛いの。本当にでもちょっとつけてるとこ見たいわ。タイピング扱いです。ムーン。かわいい。ムーン、かわいい。なんか。かわいい。まあ、見ようによってはマザーグッズに見えないこともないわね。それでいいかしらね。うん、もう一回。もう一回開けましょう。もう一回開けよう。これ何？素敵。これもハートのヘアピン？ヘアピンじゃない？これは素敵。あ、アタイも被ったわ。みんなお揃いでハートのヘアピンじゃない？これ。あら？アタイだけムーンなんだけど、なんで？また。え、そっちの方がなんかリッチな感じだね。かわいいわよ。ていうかクオリティが明らかに違う。ちょっとつけてみるわね。あ、マゴと。マゴとあの血はダメよ。マゴと血は NG よ、YouTube が。なかなかつけないわね。おかしいわね。なかなかつかないわ。埋まってる。埋まってるわ。やだ、かわいい。埋まってるわ。どこに行ったの？かわいい。やだ、鳥の巣みたい。かわいい。なんか中に入っちゃった？かわいい。これ落ちてこないもんね。すごい、いろいろなものはしまえるわね。うん、そこ帰り忘れないでね。まだまだいっぱいあるから。ちょっとこれは一旦置いときましょう。別の箱も開けましょう。ジュエルボックスは高級ラインなのかな。高級ライン。で、こちらが第、今年の第1弾のやつらしいわ。あら、あ、見慣れた箱。見慣れた箱。これはね、馴染みの。はい。すごい馴染みの。筒状のね、女の子はこういう筒が大好きだから。あたいはこれ何かしら、化け物カマキリの顔だと思うわ。本当にそんなグッズ、うん、本当だ。化けカマキリの。本当だ。化けカマキリだと思う。硬めじゃない。カパフォーはどこ行ったのかしら。あたいの大好きなアメジストよ、これ。あー。すごい。また出たわね。タイの占い師出たわね。ってなりそうな。あたいこれ似合うはず。あ、でもなんか素敵じゃない？でもなんかしっくりくる感じかな。特別なパワー持ってそうじゃない？うん、そっちは何引いたの？そっち何引いたの？
ハートのマジックポットみたいな感じのやつ。あら、ほんと、おとぎ話みたい。ちょっと。あれ？おかしいな。これも通んないぞ。素敵なウルトラマンレオみたいよ。なんだちぎれそうだ、ここまでかな。うん、パワーが。でもなんか、意外としっくりきませんか？いやいや、セーラー戦士みたいよ、あなた。ほら、スタッフもすごい、うなずいて。みんな笑顔よ。うん。うん、あん、あん、あん。あ、なんか、神々の遊びみたいな。あん、うん、ビートルズ時代ぐらいの。ヒッピーみたいな。まあ確かにおヒッピー遊ばせていられる可能性もありますけれども、ね、これ、当たりがまだ、そうそう、当たりがあるんですから、ね、当たりが宝石が2つになってる、ダブル宝石ですよ。だからそのマーゴットの片方にこれがダブルで色違いだから、多分両面入るんじゃない、そういうのがあるんじゃないかって。見てこれ、ポイズンマンティスよ。またそれ系が、ポイズンマンティスの、あんた同じもん2個同じじゃないのそれ。昔のはこういうなんかこうミラーになるはず、手鏡かわいい。なんか裏にちゃんとセボンスターって入ってるんですよ。入ってるわ、ほんとだ。やっぱりブランド名が素敵よね、セボンスター。あ、でも他のは入ってないんだ。アンは何それ、アンは。これ何、アンもそれも手鏡じゃないか。これは串、違う、串だわ。ブラシなのか。串をイメージして。でも確かにこれもセボンスターって裏に、裏に刻印が。セボン、こう。王がハートなんだ。そう。かわいい。サマンサカバサみたいな感じが入ってる。次、これが最新だ。うん、最新だ。8月ぐらいから出てるやつ。そう。あらー、まあ、色が素敵。プラネットシリーズ第3弾。星？と、あ、星モチーフ。惑星？星系。昔ね、セーラームーンのやつとか本当にありましたからね。うん、何これ？多分星座？星座をイメージしてるの。これただのパフェじゃない？パフェです。パフェ。それはパフェよ。パフェはよ、これ。パフェは。パフェよ、それは。どこら辺がプラネットなの？何もプラネットじゃないわね。星が入ってればいいってこと？アイスクリームに星が乗ってる。おかしい。何がプラネットシリーズなのかしら、これ。これも、なんか、まだ。パフェ。あ、ほんとだ。イテザじゃないですか。これイテザをイメージしてる。え？マジこれ何なの？パフェは何？パフェは何なの？パフェはなぜ？あたりのこれ何かしら？お墓かしら、これ。お墓かな？え？あたりのこれ多分、前方後円墳的な、なんか、墓？あ、五稜郭だ。五稜郭だよ。土方歳三があの戦った場所で、友達の。それが可愛くしたらそうなるんじゃない。さすがアンは教養あるわね。もうそれはそうよ。ハリウッドで勉強してるもの。あたり忘れてたわ。ハリウッドで習う五稜郭。習う。歳三土方の話は必要もう。歳三土方のこと習う？ハリウッドで。ちょっと待ってよ。なんで俺だけ絶対にその星座シリーズ出してくんないのよ。何それ？何が入ってる？リボンなのよ。星座、プラネットじゃないわね。プラネットシリーズじゃないのよ。かわいいじゃない。あと、ここまで引いてもそのダブル宝石当たらないわね。ダブル宝石なかなか出ないわね。これは誰の家の鍵かしら、これは。あなたの心の鍵よ。心の鍵だわ。心の鍵引いちゃった。わしゃがな TV に来たことで、あなたの心の扉が開かれたんだから。ついに。あなたも引いちゃったわ。これ、クリームソーダ。はい、どういうプラネット。クリームソーダ座かしらね。上に星の形あるからか、アイスの上に。ああ、ほんとだ。そういうことか。じゃあもう次の行こう。よし。そのペアフレンズ。これがですね。それ何？これは、アテクシの私物です。ペアフレンズはなんと、ペアセットが入ってます。二つ入るってこと？そう。セットで入っていて。めちゃくちゃやん、お前。ってから。それをさ、パズルのいいね。を合体すんだ。合体する。大切なお友達と一緒につけてね。はぁ。やだ、ちょっと、ユニコーンよ。あ、すごい。ゴージャスね。あたりたちのようなバージンにぴったりの。ゴージャス。絶対言うと思った、お前。それが2つ入ってんの？これが2つ入ってるわ。向かい合ってんの？ユニコーンは、向かい合ってるわ。私もこの色違いのユニコーンよ。めっちゃ赤なのよ。片っぽ交換しましょう。あ、素晴らしい。あ、確かに。交換しましょう。かわいいやつ。あんたら二人で楽しんでんな。いいよ、これ。これ素敵。いいのよ。あんも交換して。あたいのこれ、クマちゃん、ほら。ゲーコマで、リボンの形違うっていうね。ほんとだわ。ただの反転させたあのコピペじゃないのよ。あ、しかもクマちゃんが少し、ちょっと怒り顔なのまた素敵。ちょっと切れてんのね。ちょっと目がつり上がってる。女の友情ってこんなもんよ。そんなことないわよ。そんなことないわよ。うん、そうね。出たわ。ん？合体系？合体系よ。合体はだって友情の確認ができるわけでしょ。そうなのよ。ほら、パズル。パズルのピースが。いいなぁ。素晴らしい。それは素敵。それは当たりだわ。これはくっつけられるわよ。
こっちはよ、こっち。ちゃ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 あれ。ジャギーン。あ、いった。もうすげえ。こんなのもうほとんどだわこれ。これすごい。放送できないこれ。あたいつまんないんだけど。あたいのこのまたこの鍵シリーズ。鍵シリーズ。でも素敵じゃない、それ柄が、宝石の柄が全く違うじゃない。なそう。よく見たら違う。鍵のねこの、うん、形も違うんだけど。違う。合体はしないっていうね。合体が多分。宝石。合体する。え？合体するの？なんとですね、ご覧ください。これの合体の仕方ですね。こうやるとね、あら真ん中がハートになるそうで、すごい。さっきのクマちゃん、クマちゃん見てください、皆さん。はい、はい、はい。ああ、そうここまで、うん、ノーマルセボンスター開けてきましたけど、ね、実はとっておきが、とっておき、おきセボンスターの一番くじ、そう、来た、用意したわ。一番くじは、即売り切れちゃったやつよ。そう。どんなのが入ってるの？まず D 賞。おめかしツインカラー。すごい。適用を取り、まぶたに塗布してください。塗布。誰が一番可愛くなるか勝負しましょう。本物のコスメね、これ。本物のコスメ。本物？開け方すらわかんないわ。根本的な質問していい？なんでこのデュアルカラーなの？このデュアルカラーの必要性は何なの？あれ、色違うわね。種類がいろいろあるの。あんたのすげえ色してるわね。うん。銀。あんた人間の色じゃないわよ。銀となんかマカロンみたいな色してるわ、これ。機械だになるわよ、多分。人造人間機械だかしら？塗るわよ、あたり。まぶたに塗るのよ、これ。手羽。あら。ちょっと見て。あたりのこれ目。何割増しでキラキラこれ。10割増しよ。キラキラになった。ああ、すごい。来てるわ。目から光が出てるわね。素敵。キラキラになるわ。これ、あれアン、それ、メジャーリーガーとかがやるやつ、ね、そうそうそう。メジャーリーガーはあの太陽光がね、あれ黒なんだけど。アン、それ女の子がする化粧じゃないわ。これ白だから逆に目に反射するんじゃないかしらね。そうそうそう続きまして C 賞。C 賞。何かしら？プリンセスクリームカラー。プリンセスクリームカラー？全2種だからこの2個しかないの。貴重品よ。箱がとっても素敵ね。キラッキラの宝石箱。次はこれ。みんな欲しいわよね。これあかんな。こんなに取って大丈夫かなこれ。まぶたに？軽く伸ばして。うわわわわわわ。うわわわ。赤い。そんなに赤いの？それ。病気？病気こらドラガクイーンみたいね、うん、ドラグクイーンドラグクイーンドラガクイーンみたいねあたりこれ肌に塗った端から吸収されていくんだけど肌に塗った端から吸収されていって消えてしまうんだけど本当だあんた濡れなんかな蓄大本当乗ってないわよ乗ってないわねちょっと好調してるわあんあんとんでもないことになってるあなたそれなんか鳥系のモンスターみたいなそうそうしょうがないじゃない。そういう色だった、色指定がそうなってんだったもん。クリーチャー系になっちゃった。続きまして B 賞。B 賞ちょっとこれ難しいかな。リップ。リップ？リップはちょっとね。リップはちょっとあれなんで、まあ、どんなものか見るだけしますか。うわ、なんか、すごいな、これ。すごい。セボンスター成分ここや。これがついあ、そこに？あら、ほんま。ちょっとセボンスター成分。これ、ちょっとセボンスター。大好きなアメジストがついてる。すごいな。なかなかありそうでない。こういうの。でも逆に言うと市販のこういうチューブの端っこを穴開けてこれつけちゃうセボンスターつけばセボンスターになるんだなんでもそういうやり方だあれなんかチョコレート食べてる人食べたあんた人食べたなんかそういう駄菓子あったもんねああなんかそれっぽくああそれっぽくなってきてドラッグクイーンそれはどう捉えたらいいのかなこれはパーツクリーナーの味がするわ何それ何それパーツクリーナーの味がするわこれバイクとかのパーツ洗うやつよ次 A 賞あやめろやめろうわーうわー何の生き物だろうこれ視聴者1名様にプレゼントするこのご時世じゃなかったらねはい最後は A 賞ねキラキラチャーミーパクトこれ1個しかないのよ1個だけ ?1 個しかないの何これあ、すごい。あ、これは、豪華。わ、わ、なんか出てくる。はい。ちゃんと。パフが、何かしら？パフがついてる。これじゃあ、肌に、鏡に。ちなみに、これ、実は、ラストワン賞でもう一個あるんで。あら、7色に光る。
わー、うわー、うわー、すげえ、すごい。トリズムね。すごいよ。これは喜んじゃう。これは来るもんから、なんか。パフ。パタパタしちゃう。わー、うわー。怖い。あれ、なんか怖い人に会ったことありますよね。怖い。どっから見たかも。すごい。これ、あたいが一番可愛いわね、間違いなく。あんたがナンバーワンだ。うん。というわけで、ちょっとね、今日、はい、視聴者向けに手土産でもあった方がいいかなと思って、プレゼント持ってきた。あ、そうなんですね。だから、まずね、最初ありがとうございます。これは、じゃあ、梶田さんにあげます。あのね、これじゃあ見本にしますけど。これね、海外で本当に売られてる T シャツなんですよ。なんだこれ。Don't ask me for a shit。 そう、くだらねえこと聞くなって書いてある T シャツを着てる僕のこれ刺し、これ、動画じゃ伝わらないんですけど、これ、印刷のクオリティがすごくいいですね。いいです、うん。めちゃめちゃいいです。で、高いんですよ、これ。T シャツの質感が異常に高い。これ、すごい高くて、うん、この T シャツ。現地でも、なんか、プレオーダーの特別セールなのに、日本円で4000円以上するみたいな。だから、日本で買うとね、送料込みでね、7、8000円いっちゃう。これ、しかも僕に1000も入んないんですよ、これ。バンダイナムコのライセンス商品でもないわけですよ。なんでかというと、僕の肖像権だから、うん、肖像権は個人にあるので、はい、僕とライセンスを結ぶんですけど、僕は特にギャラは取ってないんですよね。じゃあ、どこにお金が入ってるんですか？この T シャツメーカーが丸儲けなんですけど。原田さんの顔で丸儲けしてる。そうで、うん、この T シャツ売ってるブランドは、今までに僕の T シャツ何個まで売ってるけど、結構味を占めてるんですけど。それそうでしょ。ノンギャラはさすがにあれなんで、原田さんにサンプルたくさん送りますって言って、さっき言ったように1枚が高いじゃないですか。はい、これはわざわざイギリスから大量に送ってきたんですけど、値段が普通についちゃってるせいで、関税は僕はすげえ支払う羽目だった。俺、お金儲かるところからむしろ前にめっちゃ払うことになる。なんで自分の顔に関税払うんですか？そう、しかもよく考えたら、これ俺着れないでしょ。同じ悩みわかるな。わかります？これ自分、あいつも自分の T シャツあるんで、ね。これ僕着てたらおかしいでしょ、わかるな。確かにな。本当原田さんとは悩み共有できるな。そう。だから、これをみんなにプレゼントしようと思う。ありがとうございます。これ俺なら着れるんで。イベントなら、まあ、あれですけどね。プライベートじゃね。あともう一個、これ違うバージョンの、この白さに SML あるんで。あららら。違うバージョンだ。これも僕のキャラクター、僕がこう、シルエット化したい。僕は壇上。すげえ言ってる。壇上ですげえなんかみんなに対して言ったことが全部なんか文字化されてるっていう。これも結構もう、ほとんど完売しちゃって。いいですね。プレミアついちゃってるんで、これをぜひ、これ普通におしゃれだ。これも3枚。これは着れるんですよ。うん、これは多分着てても、普通に。これはそうですね。意外におしゃれ。豪華プレゼントの感じ、はい。で、最後、あと1個は、これもそこは私物です。一応会社のもんなんですよ。僕は自分で買ってて。ちょっと。僕PC ゲーマーなんで、PC で遊んでたんですよ。なんでエースコンバット？エースコンバット。これ一応ね、僕は意外と、こう、部長職とかやってるので。手広くいろんな作品のプロデュースには関わってるんですよ。ちょうどエスコンバットの時もこれ、セブンの時僕担当してたこともあって、これ結構欲しがる人いるんですよ。すね、コレクターゼーションも世の中に今ないので、これ新品で未開封というのもなかなか手に入らない。貴重品ですわ。これもう会社からというんじゃなくて、僕は個人で買って持ってたんですけど、僕は PC でずっとあって、結局これ開けてないので、せっかくだから、ね、わしゃがな見てる皆さんに。プレゼントで。プレゼントしようと思って、一個だけ、これ珍しいんで、ぜひ。ありがとうございます。サイン入れてくれます？これは、僕のサイン入れて、一応スタッフロールには確か僕の名前も入ってるんですけど。うん、じゃあ大丈夫じゃないですか。一切関わってないんです、じゃあ、テイラー・スイフトって入れちゃいます。もう偽物だ。偽物だ。このようにただ一つのグッズですね。テイラー・スイフトって入れます、うん。テイラー・スイフトのエースコンバット。いや、まずい気がするな。まあでも多分このままこっちがある人の方が多いと思う、うん。じゃあテイラー・原田で。で誰だか分かんないですよ。というわけで、はい、これも応募してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。応募先が出るのかな、ここはどこ。概要欄ですかね。はい、応募方法、概要欄をチェックしてください。はい、はい、ありますんで、お願いします。というわけで、はい、以上。はい、全部ありがとうございました。いや、いろいろいただきましたけどもね。はい、皆さん、チャンネル登録と、ツイッターのフォローしてください。はい。高評価とメンバーシップもよろしくね。あ、僕も、原田のバーっていう YouTube やってますんで、皆さん見てください。そちらもよろしくお願いします。